ナンバ・デッド・エンドは小沢敏夫による日本の不良漫画作品。週刊少年チャンピオンにて2008年48号から2011年38号まで連載された。2008年42号で連載を終了したナンバ・エムジーの続編にあたる。2016年11月に開催された週刊少年チャンピオン連載作家による複製原画展イベント。 チャンピオン祭りにいて、本作が1990年代から2000年代の作品として展示された。ヤンキー一家で育った主人公、ナンパ号は喧嘩三昧の毎日に嫌気がさし、家族や友人にはヤンキー校の市松高校に通っていると嘘をつき、内緒で普通の学校、白百合高校に通って真面目な学生として過ごしている。そんな二重生活の中で、 次々と起こる騒動を描いた作品である。同じ作者のナン、no. バー MG5 の続編であり、主人公たちの喧嘩のエピソードは前作に比べて割合が減少し、主人公らの進路を織り交ぜたシリアスな展開となっている。また、前作が高校2年の夏休みエピソードでやや唐突に終了しているのに対し、本作は高校2年の2学期をプロローグとし、 高校3年の新学期からスタートしている。千葉にある筋金入りのヤンキー一家で育った主人公ナンパ号。幼い頃からヤンキー英才教育を受けていた津よは14個を参加に持つマンダ中学の頭を張るほどのバリバリのヤンキーだったが、普通の青春に憧れ、家族に隠れて真面目な白百合高校に進学私略高校デビュー。 時折特攻服姿のヤンキーとして問題に巻き込まれた友人を陰で助けたり、売られた喧嘩を買い相手を下すなどしているうちに特服の男として名を馳せ関東を事実上制覇。最強ヤンキーとシャバ像の二重生活を送っていた。本作は、そんな号が白百合高校の三年生に進級した時点で開始する。美術部の部長になった剛氏は、 クラスメイトによって、生徒会選挙に推挙され、悩みながらも演説に参加。得票数1位を経て、晴れて、生徒会長となる。人気者の生徒会長兼美術部部長として真面目な、生活を送りながらも、前作に引き続き、相変わらず、影で、特服の男として活躍していたつよし。友人かつ理解者である、市松高校の五代。 千鳥賞の大丸、一万中時代の後輩鉄に支えられ、白百合高校最後の一年を楽しく過ごしていた。だが、新たに赴任してきた癒やしい教師による、身辺調査、妹、銀子の白百合高校入学など、様々な事件を通じて、強子の秘密が、周囲にバレてしまい、とうとうヤンキーとシャバズオの二重生活が終わりを告げてしまう。生徒教師。 ありがとうございます。